はい、皆さんこんにちは。それでは F10 続きやっていこうと思います。前回にいろいろコメントいただきまして、アニマが、出るところと、あとオメガ遺跡は、座標が私が見ていたサイトとは全然実際の情報は異なっていたということに教えていただいたんですけれども、でオメガ遺跡に、ちょっとずっとレベル上げをしておりました。はい、でオメガ遺跡とアニマの獲得についてはね、ちょっと動画は撮るのはやめようかなと思って、それよりね、やっぱりちょっとね、アニマ取得ちょっとできないみたいで、アニマが出てくる条件として、試練の間あったと思うんですけど、試練の間でね、ハナスフィアからゲットできるアイテムはね、全部コンプリートしていないとね、アニマが出てこないらしいんですよね。多分私そのこと知らないでね、まだ取っていないアイテムが絶対あると思うので、はい、でそのアイテムを取るとなると、やはりダーク召喚獣とのバトルになってしまうとのことなので、はい、アニマはね、ちょっとストーリークリアしてからね、ゆっくり自分の時間の中でやろうかなと思っております。はい、とりあえず実況としてはストーリーをクリアすることをね、第一目標にやっていこうと思います。いや、オメガ遺跡ね、最初はね結構苦戦してたんですけど、なんかレベルが上がってくるごとにちょっと楽しくなってきたというか、はい。ね、完全石化防御のなんか材料とかも手に入るしね、あとハイペロの薬とかね、バーサク防ぐやつですね。手に入ったりとかね、結構美味しかったですよ。ちなみにバトルメンバーやっぱりティーダ、ユナ、アーロンで行こうかなと思っております。絶対この先バトルだからね。絶対。ほらー、うわー、お前まだいるかって感じなんですけど、もう何度目ですかね、こうあなたと出会うのは。はい、しつっこい野郎だな。ほんとね。シンは私を受け入れたのだ。私はシンの一部となり、不滅のシンと共に行く。永遠にな。吸収されただけじゃねえか。いずれ内部から支配してやろう。時間は、そう、無限にある。お前たちがユーナレスカを滅ぼしたおかげで、究極召喚は永久に失われ、神を倒す術は消えた。もはや誰も神を止められる。止めてやるよ。なら神を守らねばならぬ。感謝するがいい。私はお前の父親を守ってやる。おお、来た。これでラストシーンも出会ってほしいぞ。わ、何これ。わあ、なんかぐるぐるする。はい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 。わ、なんか BGM めっちゃかっこいいんですけど。へえ、じゃあやっていくか。やっぱり最初は変装ですよね。はい、よいしょ。あ、ちなみにユーナはね、あれですよ、連続魔法プラス、あとフレアを覚えさせられたので、多分ものすごい戦力になるんじゃないかなと思っておりますけれども、早速打っていくか。シェルとかいらないかな。あ、いいか、フレアでいくか。シンマ最終遺体、あ、違う、フレア、フレア、ダブルフレアでいこう。もうさ、MP500 超えたんだけど、すごいね、この子ほんと強いわ。1429、1420、強っ。これが、うわ、うお、あ、そう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 、なんだっけ、前回手に入れたねアイテムがあるんですけど、ユーナの装備ね、あれがめったんこ強いの出て、ちょっと待って、うわ、4連続、うわ、強っ。どうしよう。とりあえずあれか、メンタルブレイク入れよう。おっこい、ユーナが最前線でやってほしいところですけれども、まああれだな、レイズレイズレイズで、一回攻撃入れるか。フレア、フレア、よしよしよし、いいね、9999、いいねいいねいいね。ここユーナ最前線だからあれだね、
アランさんはちょっとメンタルブレイク入れたから、あとは回復に回ってもらうかどうしようかな。一回ここでティーダ回復させましょう。うん、超かっこいい BGM。 うわー、ファイがうざいな。わー、よし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 、うー、あ、よしよし、危ない危ない危ない。あ、もしかこれ変えるか、ルルルルに変えるか。そう、ルールもね、もちろんあれ持ってよね、連続魔法持ってるので、これやっていくか。それやか、それや、それや、あのスピード勝負かな、ここは。あ、いいね、めっちゃ食らう、ありがたやー。よいしょ、ティーダは自分で回復してもらうか。とりあえず女子2人でバスバスやってもらおう。バスバス、なるべくあの大ダメージ受けないうちに倒してしまいたいところですね。強い強い、めっちゃ強いんだけど、ほんとユーナでもぶっ壊れレベル強いからね、ほんとね。エクスポーション、よいしょ、いいよ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 。で、ルールーにヘイストかけていきましょう。はい、で、さあユーナは連続魔法です、引き続き。はい、なんだ、え、あれあれ、え、あれ、え、え、あれあれ、倒した、嘘、え、決めた、2階に置くつ、あ、倒したの早っ。レベル上げの賜物、本当やった、遅れ遅れ、私を消すのはやはりあなたか。私を消してもスピラの悲しみは消えはしない。ほう、ようやくシーもあの粘着から解放された感じかな。うん、あの今までのシーモア戦と比べると断然楽でしたね、めっちゃ楽だった。やった、レビアさんのキースフィアだ、やったね。あー、これか。そう、あれなんですよ、あの装備のね所持上限が超えてしまってですね、何と変えようかって感じなんですけど、これあれか、あのアーロンさんの武器ですよね。どうしようかな。まあアビリティが1個しかついていないものとかはもう交換しちゃっていいかなって感じなので、これでいこうか。はい、 OK、 やったー。え、思ってた以上に簡単でびっくりした。本当今までのシーモア戦と比べると一番楽でしたね。もうユーナぶっ壊れレベルで強いもんな、本当。さあ、バトルメンバーなんですけど、ちょっと決まりがね、あのエンカウントなしだっけのアビリティがついた防具を持っているので、ちょっとそれであんまりエンカウントしないでいこうかな。ここは戻れないよね。あ、戻れた。あ、戻れた。あ、ちょっと待ってね、一回セーブしようと思います。よし、じゃあ行きましょうか。さて、じゃあ探索しながら行こうかな。エンカウントしないもんね、だからどうせなら、よいしょ。もうね、あれなんですよ、キースフィアが足りなさすぎてね、ルールーとか、あとあのワッカとかね、もうスフィアレベルが有り余ってるって感じなんですよね。
んかアイテムとかないのかしらって思うんですけど、でこの辺って何もないのかな。お、なんかじゃあ安息を求める魔物があと10体。何これ、え、安息を求める魔物、なんか戦わないといけないのかな、ちょっと気になるな、ちょっと調べてみようかな、ちょっと調べてきますね。お、なんかね、あの調べたらなんか指定されたなんかモンスターを倒さないといけないらしいですね。まあ行こうかな行こうかな、もう、おお、もう大詰めだしね。あ、宝箱だ、マスター 40H なんだ、え、すごい、全属性攻撃じゃん。これあれか、ワッカの武器だね。これはいい気がするぞ、ワッカさん。よいしょ。まあでも最終メンバーもね、あの、あれだね、アーロン、ティーダ、ユーナでいこうかなとは思ってるんですけど、一番安定するもんな、この3人が。あ、でもあれだね、メンタルブレイク入れられたらね、ルールーとかも輝きますけど。よいしょ。見破る何気いんだよね。お、魔法カウンター、カウンター、リターンマッチ。何気にいい武器持ってたんだな、輪っかは。あ、これとかいいか。OK。OK。さあ、いいかな。さて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 。あ、ここにもなんかある。これなんだ？道になった。床が光ってると気になるよね。あ、守護の腕は、あ、お、完全暗闇防御、完全即時、すごい、いいじゃん。腕はだからアーロンさんか。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。腕はアーロンさんすごいあれだな。あれ、でもこれ同じやつか、ないか、どうしよう、どれと変えよう。アビリティ1個しか当てないし、これでいいか。 OK、 よし、じゃあ行きましょう。てっ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 て、おお、でこういって、こういう端っことかになんかないかなって思ったりするんだけどね。お、あ、ここもか、あれか、開けなさいってやつか。あ、開いた、え、なんもない、え、よかった、ラストエリクサー、おー、ラストエリクサー、どういう効果があるんでしょうかね。ててあとはここで先に行くのか、こっち側とかなんかないかな。おまた、お、え、なになに、2万ギルっていうか、私今そう、あ、もう80万超えてんだ。あれだよ、オメガ遺跡ね、ほんとにね、経験値稼ぎじゃないよ、ギル稼ぎのいいポイントでね、めっちゃ稼ぎました。お、ここも何気にいけるぞ。ここは HP スフィア、今日はあれだな、ここの探索で終わりかなって感じですけど、物理防御スフィア、なんだこれ、初めて手に入れた気がする。あ、ここから下に降りれる、降りちゃおう、うん、さて、先に、
ちもなんかいけるぞ。何がしたいんだこれは。何これ。あ、ボコボコしてる。変なの。おお。いいのかな、こっちで。おう、おお、セーブポイントだ。なるほど。じゃあちょっとセーブをしようかな。どうしよう。あ、でも今回ちょっとここで終わりにしましょうかね。短いかもしんないけど。はい、じゃあ今回はここを探索してまいりましたけど、って、あ、こっち行ける、こっち行ける。あ、まだあの間ね、あの目的地のあの矢印が反対側だから、まだ先のダンジョンじゃないみたいですね。うん、上がる、下がる、下がる。ちょ、もうちょっとここ見ようぜ。あー、宝箱だ。お、セーブザクイーン。ピンチにドライブ。え、誰のだ。セーブザクイーン。でもなんかね、最終最後の方で手に入るから結構いい武器なのかなって思うけど。あ、ユーナか。ユーナの攻撃か。ピンチにドライブ、まあいいや。ありがとうございます。で、ちょっと待って。で、ここにもあれ、戻りたいんだが。あ、よし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 。あー、いけないんだ。じゃあここからやっぱ上がんないとダメなんだね。上がる、上がる、上がる。あ、上が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 。あ、ここか。そう、なんかさ、画面が暗くってさ、多分皆さんも画面暗くてどうなってることやらって感じなんですけどね。私もね、画面暗くってね、どういう地形なんかようわからんとですよ。よし、じゃあ今回はここでおしまいにしようと思います。じゃあ次回はね、ここの先やっていこうと思います。いやー、もうそろそろ最後でしょ。はい、ちなみに何度もやってますけどね、あのストーリーをクリアしたら、あの FF10 のね、実況は終了しようと思いますので、やり込みに関してはね、ちょっと自分であのゆっくりやろうかなと思ってます。はい、では皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。